ワクチンを打った翌日寝てました。はい、皆さんこんにちは。今回もご視聴ありがとうございます。今日のお題ですけども、ワクチンを打った翌日寝てましたっていう感じですね。第3回目のですね、ワクチンを先日打ってきたんですけども、その翌日、当日良かったんですけど、翌日ですね、こう、打ったところが腫れてきましてね、腫れた感じですね、ちょっとこう、筋肉痛になった感じですね。ちょっと痛いんですけど、今でもまだちょっと痛いんですけど、次の日は本当に気持ちが、気分が悪くて、一日寝てました。日曜日で晴れてたんですけども、もう体だるくて、食欲もなくて、頭痛いとか、熱があるとかではなかったんですけども、何か体がだるくて何もやる気が起こらないような感じですね。いつもだったらですね、サーフ、砂浜行ってですね、ピッという感じで、ルアーフィッシングですね、してくるところだったんですけども、まあ、そうしたかったんですけど、もうどうも体だるくて、まあ、貴重なですね、晴れの一日をですね、気温もちょっと高めだったので、なんかコンディションもいいかなと思って、いたんですけども、結局、体がだるくて寝てました。いつもだったら、そうですね、朝5時ぐらいにもうサーフインして、で、昼ちょっと前までですかね、頑張って釣ってきて、まあ釣れればいいんですけど、まあ坊主の日も多いですけどね。いつでも毎回釣れるわけではないので、ヒラメちゃんとか、ハマチちゃんとか、結構ですね、釣れたりするんですよね。まあそんなこんなですわ。はい。今回はですね、川柳形式で、ちょっと何か面白いこと喋ってみたいかななんて思って、自分がですね、話があまり得意ではないので、まあ、そういうこともありまして、こういう YouTube などでですね、まあ、自分をまあちょっと鍛えたいなと思って、まあ恥ずかしいんですけども、まあそこはですね、まあ割り切ってですね、もうちょっとこう人前で喋ったりするのが少しだけですね、良くなればなと思って、こんな感じでちょっと川柳形式でお題を決めて、そのお題の話題のですね、そのお題の中のその内容ですね、ちょっと小話みたいなことをしていけたらなと思って、今ですね、こう初めて動画撮ってるんですけども、ホワイトボードにいろいろ書いてこう説明するっていうのも考えたんですけど、もう先発でね、やられてる YouTuber の方も多いので、まあ、私は私のそのやり方といいますかね、川柳形式、ちょっと皆さんにお題をちょっと覚えてもらって、見てもらって、その内容をですね、ちょっと面白おかしく解説などしたりしてですね、の動画をですね、配信していこうかなと思っています。今回はですね、第1回目なので、まあ、こんな感じでワクチンでちょっと翌日寝てましたみたいな感じで、そんなくだらない話だったんですけども、まあ次回からちょっと、またちょっと思考を変えてですね、お題を出しますので、それで皆さんに見ていただこうかなと思って、それで動画撮ってます。まあそんなこんなですね。今後ともよろしくお願いします。今回はですね、ご視聴ありがとうございました。それでは。
で